重言は、馬から落馬する、頭痛が痛いのように、同じ意味の語を重ねる日本語表現である。多くは語用とみなされるが、意味を強調したり語調を整えるため、あるいは理解を確実にさせるために、習字技法として用いられる場合もある。二重表現、重複表現とも呼ばれる。びっくり行転、むやみやたら、好き好んでなどは、意味の重複が、 語呂の良さを伴うことからあえて用いられる。エンド豆、大御子、獅子肉などは語源的には重複表現だが、慣用的に御用とはみなされない。外来語においてはあまり馴染みのない語の性質を表すために意図的に用いられることもある。例えば、日本語ではアムダリアをアムダリア側とすることで川であることを簡潔に示し、英語では荒川を指して、 荒川リバーなどと表現することがある。商標など地名など、東四字、ドリアベニューという表記の看板看護において、同じ漢字を重ねた、堂々、悠々などの熟語を、上語の意で重言という。これは日本語でいう重複表現とは異なる。また、創始は、辞書、創始にて、偶言、重言、仕事と,という三つの文章術を提示したが、ここでいう重言とは、 イニシエの偉人の言葉を引用して説得力を増す。和法を指し、同義語の重複表現とは無関係である。当時語などの略語や熟語を使うときに、元の言葉の一部である単語を重ねて使ってしまうことが RAS 症候群として揶揄されている。なお、RAS は離段伝とアクロニムシンドロームの略である。 以上の例はすべて漢字が重複しているだけで意味が重複しているわけではないので重言とは言えない。ありがとうございます。